今回はオーライトのマルチツールを紹介します。こちらのモデルのメインはハサミ。ハンドルの表はアルミで、であと中身はステンレスで、このハサミがよく切れてもシャーっていうのもいけます。よく切れるハサミ付きです。でしまうのも簡単で、ハサミ自体は以前紹介したこちらのネクスツールのモデルと比べると少しだけ大きい。切れる場所はだいたい27。結構使いやすいハサミです。スプリング付き、ラインヤードホールも収納できます。で本体だけだと 85g で、他の機能はプラスドライバーとマイナスドライバー、まあこの辺はもう普通です。で先ほどのこの下にラインヤードホールがあるんですが、反対側がSIM カードを抜いたりリセットボタンを押すときに使えるこの細いピンが入ってます。これが珍しい。それとこちらがナイフかな、ナイフ。ナイフのカッティングエッジが 43.5。 ロック機構なしのスリップジョイント、切れ味も良くて、それにさっきのコピー用紙、ブレード形状はこんな感じです。で反対側に栓抜きと缶切りで、もう一つこれよくできてるのがヤスリです。ヤスリ、ヤスリが小さいマルチツールなのにちゃんとダイヤモンドになってます。ダイヤモンドだよねこれ。よく削れるヤスリで、木工ヤスリもちゃんと目が立ってます。爪を削ってみますとこんな感じ、すぐに削れるぐらいの目、小さいのにちゃんとしてる。そんなヤスリ、よく切れるハサミ、よく削れるヤスリ、リセットボタンを押すときに使えるこのピン、この辺が珍しい特徴だと思います。見た目も非常に綺麗なオーライトのコンパクトマルチツールで、他のメーカーと比べるとこちらがガーバー。ガーバーの場合は表に出た栓抜き付きです。でその他の機能は本当にちっちゃいハサミ、それとパッケージオープナー。メイン機能はプライヤーです。メイン機能がプライヤーのモデルも販売してます。 P1 だったかな。でこちらがネクスツールのマルチツール、比べるとこんな感じ。装備してる一つ一つのツールの出来がいいです。よく切れるハサミ、よく削れるヤスリ、よく切れるナイフで、動きもスムーズ。オーライトのコンパクトマルチツールの紹介でした。同時に発売されるライトはこちらのアークフィールドプロ、新作っていうか新カラーです。レーサーっぽい、そんなカラー。最高1300ルーメン、 UV レーザー普通の LED、 3モード切り替え、今はレーザー UV レーザーで普通の LED で、こちらが1300ルーメン。操作方法はもう至ってシンプルで、バッテリーインジケーターも普通に見やすい。 Z 型のポケットクリップに、でこちらが正面。アークフィールドシリーズはもう四角くて持ちやすいのが特徴です。本当に使いやすいライトで、マグネット充電で充電も簡単。バッテリーインジケーターもとても見やすい仕様です。アークフィールドプロのニューカラーも発売されます。